はい、どうも皆さんこんにちは。開封大好き吉弘です。今日もですね、統率者2019のカードを紹介しながら、統率者っていうね、その多人数でしかもそのリーダーを決めて戦うっていうね、超スリリングで超エキサイティングなね、そのマジックのルールについて触れていこうと思います。で、今日紹介するのは、まあ、4つあるテーマデッキのうちの1個の原初の起源、ナヤカラーのデッキで、原初の起源はね、巨獣をテーマにしたデッキなんですよ。で、巨獣っていうのはそのトークンをね、まあ、コピーして増やすっていう、まあ、メカニズムで、まあ、トークンがね、いないと何も起きないんですけど、1匹でもいると、まあ、それをコピーして、まあ、どんどん増やしていけるみたいなので、で、まあ、このデッキにはね、トークンを生成するカードがたくさんあるんで、まあ、その巨獣が誘発したけどトークンがいないみたいな展開はかなり少ないと思うんで、まあ、普通にね、カードを使っていけばどんどんトークンが増えていくし、で、このデッキがね、もう大体ほとんどソーサリータイミングで動くカードばっかなんで、なんかそのマジックの、その、まあ、スタックだとか、しかも多人数だとね、その優先権の回り方とかもちょっと変わってくるんで、なんだろうな、その初心者にも扱いやすい、なんかそのスタックとかね、複雑なスタックとか、なんか複雑なルーリングとかもないんで、かなり初心者にも扱いやすいデッキでおすすめのデッキとなっております。ただ難点が1個あって、トークンがめっちゃ出るんで、多分付属のトークンだけじゃ足りないと思うから、なんか使う際にはね、サイコロとか余分に買い足さなきゃいけないかなと思っております。まあ、もしくはね、普通にトークンをまあ1枚10円とかで揃えたりしてやらないと、なんか すいませんトークンがないんで貸してくださいとか、なんかこれ裏向きで再トークンの代わりでいいですかみたいなね、ちょっとその世界観をぶっ壊すようなことしなきゃいけなくなっちゃうんで、そこが難点で、あとね、まあ俺一番好きなのが、この報いの時っていうやつが、まあ新イラストになって収録されてて、まあなかなかポーズが面白いんですよね。なんかみんなでなんか報われたとか、その報いを受けたみたいなポーズを受けてるんで、なんかこれがひとたび戦場で放たれた際は、まあみんなでこのポーズを取ったりするとね、まあ盛り上がるだろうなと思います。まあそんな面白いやつらがね、まあ毎回店にいるかっていうと分かんないけど、まあカードについて触れていこう。で、まず統率者のカードから紹介しよう。統率者は、1枚目、議事会の流刑者ギレットっていう、5マナ25、なんでこんなパワー低いんだこいつ、まあ、っていうクリーチャーで、で、まあ、議事会の流刑者ギレットが戦場に出た時にトランプの持つ44の再トークン1匹出すと、まあまあとりあえず再トークンが出るんで、まあ、これであのね、居住先もいてラッキーっていう感じと、さらにこいつがアタックするだけで居住が誘発するっていうので、まあ自身が生んだね、その44を増やしていくっていうのもいいし、なんか他になんか22フライヤーだとかね、まあ他にも33ビーストとかいるかもしれないんで、まあそういうのを増やしていくみたいな使い方でもいいしっていうので、まあトークンも出せて、しかもこいつ自身でどんどん横に増やしていけるっていう能力もあって、まあ5ターン目にね、まあ、出せる逃走者としてはなかなか強いんじゃないでしょうか。しかもまあ緑が入ってるデッキなんでね、そのマナブースの手段とかもあるんで、なんならその3ターン目とかにも出るかもしれない、なかなかナイスガイな、逃走者、議事会の流刑者ギレットさんでした。ありがとうございました。で、次のカードで、次のカードがまあまたこれ3色のやつで、4マナ23で、で、なんだっけこれ、巣を守る者アトラパラーニーですね。これバじゃなくてパなんですよね。で、まあイクサラン特有の、そのイクサラン恐竜ファンクラブみたいなの特有の格好をしてるおばさんで、まあ自身のね、サイズはまあ4マナ23で、だからあんま強くはないんですけど、まあ2マナタップで防衛を持つ01の卵トークンを出すと。で、あなたがコントロールしてる卵が死亡するたびにクリーチャーが出るまでライバリーめくって、で、その出たクリーチャーをその戦場に出すっていうので、まあその卵が割れて、まあ生き物が孵化してそれが戦場に出てくるみたいなイメージのメカニズムなんでしょうけど、ちょっとね、卵を出すテンポが悪すぎるよね。普通になんか毎ターンポンポン生成してもいいぐらいなのに、まあ2マナいるしタップもいるしっていうので、まあ出てすぐは産まないし、しかもマナも食うしタップもいるしみたいなので、まあなかなかなんだろうな、まあその イメージとしては面白いですけどね、ちょっとそのテンポが悪いかなっていうのがあるんですけど、ただマジックはだいたいね、このクリーチャーが出るまでめくってそいつが出るみたいなメカニズムを持ってるやつって、デッキがクリーチャー1匹しかいないみたいな時に必ずそれが出るようにできるん で、しかもまあこいつ逃走者にすると、まあこいつは逃走者でデッキはクリーチャー1匹みたいなのにすると、必ずね卵からそれが出てくるみたいなコンボも組めるんで、だからなんだろうな、今その逃走者でね許されてる強すぎるクリーチャーってなんかいるかな。まあとりあえずまあ滅殺持ちのクリーチャーとかね、普通に殴るだけで戦場壊滅させれるんで、だからまあその一番最初の裏モグだとかね、コジレックだとか、まあそのスペルキャストした時の誘発は起きないけど、まあ滅殺の数字がでかいやつがポンと戦場出てきて、まあ必ず殴りますよみたいなコンボは組めるけど、なんかそれだけのためにこいつを入れるのもなっていう感じで、まあできたらね、その卵から生まれるやつは極力ランダム要素が少なく、なんか固定のやつが出てきた方がいいけど、まあそうするとちょっと面白みに欠けるかなっていう逃走者アトラパラーニさんでした。で、次がね、コイルの破壊者マリーシっていうクリーチャーで、こいつ4マナ54でなかなか劣勢は良くて、で、しかもね、戦闘中対戦相手は呪文を唱えられないっていう、なんかそのマジック特有のアタックしに行って、そこでなんか破滅の刃とか食らわなくなるんで、なんだろうな、その初心者的にもなんか戦闘がやりやすくなる能力で、俺は結構好きな能力を持ってて、さらにあなたがコントロールしてるクリーチャー1体が
で、プレイヤー1人に戦闘ダメージ与えるたびに、そのプレイヤーのコントロールしてるクリーチャーが全部その刺激されるっていうので、で、まあ刺激っていうのは自分以外のプレイヤーを必ず次のターン殴らなきゃいけなくなるんですよね。まあだから、まあその刺激が一度誘発するとね、まあそいつ殴らなきゃいけないし、で、殴って、まあそいつの戦場が隙だらけになったら他のプレイヤーも殴ろっかなみたいなのになると思うんで、だからまあそういうのもあってね、その戦場がどんどん激化していって、面白いカードだと思いますね。俺まあこれ闘争者はね、やっぱりその多人数なんで無限コンボとかでゲームを終わらせがちなんですけど、まあこういう順当なね、そのなんか殴り合いの試合みたいなのがもっと主流になると、まあ闘争者も面白いゲームになるかなって思ってるので、だからこの能力は非常にいいですね。なんか殴りに行きたくなるし、殴りに行ったらなんかもうそいつ悪からじゃあみんなで殴ろうかみたいな感じにもなると思うんで、非常にいいカード、マリーシさんでした。で、次のカード、こいつ面白いね。航海士ターンガースっていうね、まあ昔からいるクリーチャーなんですけど、まあターンガースっていう。ただちょっとね、完全に顔がね、邪魔だゴッタロウの牛みたいになってて、まあ俺は一番最初にそれを思いましたね。で、まあ4マナ55で、しかも2体以上のクリーチャーによってはブロックされないっていうね、まあちょっとしたおまけもあって、まあレシオもいいというクリーチャー。で、まあ2体以上のクリーチャーによってはブロックされないっていうのは、まあリミテだとね、まあまあ役に立ったんですよ。その55に対して、なんか2、3と3、3でブロックしに行って、まあ11交換みたいなのがあるんで、まあリミテだとね、2体以上にブロックされないはまあまあ意味あるんですけど、構築戦においてはね、やっぱりそのスペルとかの補助も強いから、なんかダブブロってあんまり行きたくないからね、そういうのもあって あんまりってかもう本当におまけおぼおまけぐらいの能力なんですけど、こいつの能力かなり面白いんですよ。独特な能力で、対戦相手がクリーチャー1体以上で殴るたんびに、まあこいつがタップ状態だったら、俺がコントロールをそいつに渡してもいいんですよね。で、なんつうの、誰か殴りに行くのに、助力させれるっていうので、まあ、他人が他人を殴るのを助けに生かしたりできるんで、だから、まあ、そのね、こいつが他のプレイヤーもね、どんどん、その、殴ろうかなっていう、まあ、そういうのもあって、まあ、他のプレイヤーがね、まあ、ターンガースが一緒に殴ってくれるかもしれないんだったら、殴っとこうかな、みたいな感じで、まあ、みんながそのターンガースを借りて、まあ、みんなを殴り始めるっていう、まあ、これもさらに、ね、その戦闘が激化する感じがあって、俺は好きなカードですね。うん、で、まあ、その自分を殴ってくるときとかはね、別に貸す必要ないんで、他のプレイヤーを殴ってるときに、あいつを殴るんだったら、ちょっとこのターンガース貸してやるよみたいな感じで貸してやってね、どんどんその、まあ、みんながみんなを殴るように仕向けていくと面白いカードだと思いました。で、白いカードを紹介しよう。白いカード1枚目は指揮官のね、これ、希少かな微小かなちょっと読めないんですけど、まあ、エンチャントで、まあ、全体に修正を与える、まあ、アンセムなんですけど、なんかちょっと特殊なアンセムで、あなたがコントロールしてるクリーチャーは、このゲーム中に、俺が統率者領域から唱えた、その統率者の回数1回につきプライチ修正を受けるっていうので、まあ、その統率者をね、まだ出してない状態だと修正を受けないんですけど、まあ、1回でも、まあ、唱えてたら、まあ、プライチプライチっていう、まあ、グロリアスアンセムで、で、2回唱えてたら、もうプラニプラニっていうね、かなりイカれたアンセムになって、もうその3回以上唱えたら、もうかなりね、もう1日のクリーチャーですら4、4になるから、もうイカれた全体修正を与えるエンチャントで、で、まあ、エンチャントなんでね、まあ、破壊されやすいんで、まあ、対処はされやすいんですけど、ただこのね、唱えた回数につき、1回につきプライチ修正を受けるっていう参照値はもうゲーム中ずっと、あるんで、だからもう唱えた回数5回、4回って言ったら、まあ、これが割られても、まあ、緑のカードなんでね、まあ、緑のカードを使って、その墓地から回収したりすることができるんで、まあ、そういうのもあって、まあなんだろうな、なんかまあ割られたりね、対処はされやすいんですけど、この参照値がずっとゲーム中影響するっていうのは面白いアンセムだなと思いました。で、次のカードが世界魂の歌っていうね、まあ6マナのエンチャントで、まあそのシンプルイズベストに強いカードだね、もうめちゃめちゃ単純かつパワフルっていうカードで、あなたが呪文を唱えるたんびに居住を行うっていうので、もうその何でもいいからカードを唱えたら居住が行われて、まあそのテンポとアドが稼げるよっていうかなり強いカードですね。まあ6マナだけあって、まあしかもね、まあそのエターナル環境でしか使えないカードだけあって、まあかなり豪快ですね。で、まあその居住を行うっていうのは対象を取らないんで、あーでもそうか、唱えた時になんかトークンがいないと意味ないから、まあそうだね。だからこのカードに、唱えたカードでトークン出るようなカードでも、先に居住が誘発して解決されるから、だからね、ちょっとそこがまあ、ちっちゃい難点だけどね。なんかこのカードで唱えたカードによって出るやつを居住したいみたいなのがあっても、ちょっとそれができないので、そこだけお気をつけください。これね、ちょっとね、絶妙初心者とかね、順番がごっちゃになって、どういうことってなりそうだから、ちょっと難しいカードかもしれないので、そこだけは。で、次、絶壁の救助者っていう、これあれだね、ジェスカイカラーに入ってたカードで、2マナ2に警戒なんだけど、なんかこいつの能力がかなり豪快で、まあ、タップとサクリで、まあ、タップがいるんだけど、そのサクることで、あなたがコントロールしてるパーマネント1個が、プロテクション各対戦相手っていうね、なんかこいつがそんな豪快なプロテクション与えちゃダメだろみたいな感じの、すごい豪快な能力を与えるカードで、で、まあ、プロテクション各対戦相手だからね、まあ、守りに使うよりかは攻めに使いたいですよね。
そのなんか除去とか向いた時にこれを使ってなんかかわすっていうのだと、なんかそのプロテクションちょっと豪快に与えた割にはなんか効果が薄いから、なんかとどめの1打とかでもうその誰の干渉も受けずにあのプレイヤーを抹殺するみたいな、そういう時に使いたいですね。もうあの本当にもう絶対俺はあいつを殺すんだみたいな時にやりたい能力ですね。まあそれが絶壁の救助者さんでした。まあタップがいるけど能力がねド派手だからね、そのレガシーとかで、まあ、薬瓶とかから出してもね悪くないあのクリーチャーかなと思っております。あんまデスタクのこととか知らないけどね。で次のカードが3マナの悲運な触光っていうクリーチャーで、まあ3マナ11なんですけど、これ結構変な能力なんだよな。あなたがコントロールしてる彫刻では攻撃もブロックもできないと。で、毎ターンね、そのターン終了時に、このクリーチャーのパワーとタフネスが、コントロールしてる彫刻の数に等しいっていう彫刻トークン出すんですよね。だからこいつは、どんどん毎ターン大きくなる、そのトークンを生み出し続けるんですけど、こいつがいる限りはそいつら殴ることできなくて、で、こいつが、まあ、戦場離れたら、もうそいつらが一斉に襲いかかってくるっていうね、結構怖いデザインですね。だからまあ、こいつの監視がある間は、お前ら動くなよ、みたいな感じで、動けないけど、もうひとたびね、その、なんつうんだろう、アンディが部屋を出た瞬間、もうおもちゃたちは動き出すみたいな、まあそういうトイストーリーっぽい感じのデザインもありつつの、なんだろうこれ。あれだね、テゼレットと同じ種族だよね、このなんかエーテリウムアームみたいなのした。しかもまあ、テゼレットと同じ髪型とヒゲしてる気もするしな。あ、違うな、これサルカンと同じ、あれだな、なんか髪型とヒゲだな、まあそのサルカンテゼレットみたいなおっさんが、まあ彫刻を追ってるクリーチャーでした。まあそのね、出てくるトークンが、まあこいつを処理しない限り殴れないけど、毎ターンね、このサイズのトークンを見続けるっていうのは、まあ結構強いんで、で、しかも3マナってね、かなり早いんで、なんかなんだろうな、やっぱ多人数ね、複数人相手にする上ではちょっとその力足りないかもしれないけど、なんかレガシーとかでタイマンとかだったらちょっと強いのかもしれないかなって思ってるカードです。ごめんね、これ完全なるエアプだからね。まあでもその毎ターン何もせずにこんなサイズの強いよねって俺は思うけどね。はい、で次のカード。で、次のカードが赤のカードで、憎悪の蜃気楼っていうね、4マナのソーサリーで、あなたがコントロールしていないクリーチャーを2体、最大2体対象として、それらのコピーを戦場に出すと。で、赤特有の速攻あるけど、ターン終了時に死ぬよっていうカードなんだけど、まあ、これもね、やっぱその、エターナル環境のカードだけあって、まあ、パワフルですよね。普通に考えて、まあ、ターン終了時に死ぬにしても、そのコピー2匹戦場に出して、まあ、殴れるっていうのは、ライフ2周のゲームだったら、割とその、なんか、いきなりゲームが終わりかねないぐらいの能力なんで、だからまあかなりパワフルに作ってあるけど、まあ多人数戦だとちょっと足らないかなっていう気がしますが、ただ居住がね、このデッキの主要メカニズムなんで、まあ居住を駆使することによって、そう別にこれで生み出されたトークンが死ぬっていうのは、そのトークン自身が持ってる能力じゃないんで、居住かなんかでコピーすれば別にそいつは死なないので、っていうので、まあそのね、せっかくのその居住っていうギミックがあるんで、まあそれを駆使して、まあ相手のクリーチャーをね、擬似的にパクってくるみたいな、まあコピーして、その戦場に出すみたいな動きができるんで、まあそう使いたいカードですね。しかもまああなたがコントロールしないクリーチャーみたいなんでね、別にプレイヤー2人のとこから1匹ずつ選んだりとかもできるんで、まあ面白いカードですね。で次のカードが、ギレットの光線性っていうね、赤 X のカードソーサリーで、望む数のクリーチャーを対象として、でその X 点を割り振って与えると。でその割り振られたダメージを食らったクリーチャーがこのターン死亡する場合、あ、居住を行うと。なるほどね。なんか、大体この手のカードって、その死亡する場合、なんか追放するとかが常だけど、死亡した数だけ居住を行えると。やばいな。だから、タフ1をいっぱい焼いたら、ドアドだよね。めっちゃ相手のクリーチャー死ぬし、こっち戦場にクリーチャーいっぱい出るしっていうので。で、まあその、統率者戦は緑は、やっぱ、マナブーストできるのが強みなんで、その、ラノワールのエルフの足みたいなの、まあ、いっぱい入れるわけですよね。一応、まあ、もうマナブーストできるんで、その1マナで。っていうので、まあ、タフ1の生物が結構戦場にいる可能性は高いので、まあ、それをね、焼きまくって、まあ、それを糧に居住しまくるみたいなことができて、面白いカードかなと思っております。それが、まあ、ギレットの光先生。うん、そうだね。だって、5マナぐらいで3匹焼いて、3回居住するってかなりイカれてるからね。これはかなりいいカードだなと思いました。で、もう1枚赤のレアで、これ、地盤のヘリオンっていう7マナ8号速攻っていうね、もう俺はなかなか好きなサイズ感だね。7マナだけどパワーがちゃんと8あって速攻もあるっていうので、で、まあ、殴るたんびに土地を最もコントロールしてるプレイヤーは2個桜なきゃいけないと。だからまあ、7マナでまあ、そうね、速攻があるからね、もう相手の隙をついていきなり発展パンチが叩き込めて、さらに土地が2個ね、潰せるかもしれないっていうのなんだけど、この最大をコントロールしてるプレイヤーが対戦相手だけじゃなくて自分も含まれてるんで、だからね、その自分が桜なきゃいけないみたいな展開も結構ありそうなんですよね。しかもまあ7マナまで行くっていうことは、
なんか自分が一番コントロールしてる展開もまあ別になくもないと思うんで、まあ、そのマナーアーティファクトじゃなくて純粋に土地であのなんと伸ばしてる展開もあると思うから、なんかそういう時、まあ、あと単純に自分が一番多くコントロールしてるからこれ出しても殴れねえなみたいな感じになって、なんかなんだろうな、これが自分の首を絞めちゃうみたいなのがね、やっぱそのマナコストも相まって起きやすいクリーチャーだなっていうので、まあ、使い方が難しいけど、まあ面白いカードだなと思いました。そうね、なんかまあ、赤はね燃えたぎる歌みたいなので、まあ、ブーストできるから、まあ、そういうので土地をあんま使わないでこれポンと出して、でしばらく俺が土地コントロール最多数ですみたいな状態で相手のランドをね割りまくれるのは気持ちいいだろうけど、普通にやるとね自分が一番最多コントロールになりそうだから、そこが難しいカードで、次緑のカードで、これね超強化されたオーランバイパーだね。まあオーランバイパーっていう、まあ、昔結構強かったフリージャーがいて、まあ、それがねマナコストも重くなって効果も超豪華になったってやつで、5マナ26と。で、あなたがコントロールしてる攻撃クリーチャー全部接種を持つっていう能力なんですけど、まずねアタッククリーチャーが接種を持つってねかなり強いんですよね。そのなんか特に緑って、まあ、マナクリとかよく使う色なんですけど、マナクリって終盤でかいやつ相手に結局殴りに行けなくてなんかモジモジしてるみたいなのがあるんですが、まあ、ああいうマナクリとかがその接種を持つことによってまあ、殴りに行ってもね一方取られる心配がなくなるんで、なんか殴りやすくなるっていうので、その緑っていうカラーリングとそのアタックでねアタックで全員接種持つみたいなのはかなりその噛み合いがいいんで、そのなんかね、ナイレアの弓もそうだったんでね、そのナイレアの弓っていう、テイロスにあったカードとかも、なんか最初別にアタッククリーチャー接して別にそんな大したもないだろうと思ったけど、意外と使ってみるとね、そのラノエルとかが終盤ちゃんと1点クロックとして生き続けたりするのがね、まあ強いんですよね。しかもラノエルまで別に1体の1点クロックだったら大したことないけど、その2体3体いるのだとね、結構話変わってくるんで、っていうので、まあ全体そのアタック接種はかなり強い上に、さらにあなたがコントロールしてるクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージ与えるためにカードを引くっていうので、これ1体につき誘発なんで、なんかそのまあさっき言ったようにマナクリがモジモジしなくて済むプラスダメージ与えたらワンドローに変わるっていうので、相手もねその11に対して何か差し出してブロックしなきゃいけないみたいになるんで、かなりしんどいですね。で、まあこいつ自身が26っていうので、まあ別に接種あるからねパワーは本当にどうでもいいんで、そのなんかちょうどいいサイズになんかできてるなっていう感じのカードですね、オーランの氷牙さん。もうかなり好きなカードだね。まあこれはね、なんかその多人数戦でもね、なんかやっていけるなんかパワフルな、なんか単品パワフルなカードだなと思いました。はい、次のカードがあまたの声っていうね、これね兵のデッキにも入ってたカードで、4マナ33のクリーチャーなんですけど、場に出た時に、自分よりもクリーチャーをコントロールしてる数が少ないプレイヤー1人につき1ドローできるっていうカードで、まあ緑はね、まあそのマナクリーがいる関係上結構クリーチャー並べられるんですけど、まあ相手もね緑だったらまあいっぱい並んでるかもしれないんで、まあその全員分ね、全員よりもその最多になるみたいなのは難しいかもしれないですけど、まあそれでもまあ、全員が緑のデッキってわけじゃないと思うんで、まあ多人数戦でね2人ぐらいより勝って2ドローとかできて、さらにまあ33っていうサイズはね、まあライフ40削るのには別にそこまで悪くはないサイズだと思うんで、まあそうですね、まあでこの能力自体がねやっぱ多人数向けなんで、まあ、多人数向けの能力を持ちつつ33っていうサイズで、まあ、ライフ40削りに行けたらいいかなっていうクリーチャーですね。まあ、ちょっと足らないかなっていう気がするけどね。で、次のカードがね、かなり見た目に反してパワフルなカードで、俺これ見た時になんかすげえやる気のないポーズしてて、絶対弱いカードだろうなと思ったんですけど、4たらね、かなり強かったですね。その3マナ33で、3マナの起動能力で、墓地からクリーチャーを追放すると、居住ができるっていう効果なんですけど、この墓地からって自分の墓地じゃなくてもいいんで、なんかその相手の墓地を牽制しつつ、さらにその居住もできるし、まあ単純にね、自分の墓地しか なくても、まあ墓地のクリーチャー追放で居住ができるっていうのはかなりそのコスパがいいので、しかもマナもね、3マナなんで終盤とかね、じゃあエンド前に居住みたいな動きもできるんで、まあ、めちゃめちゃ強いカードだなと思いました。まあ、このデッキのそのメカニズムをね支える上ではすごい重要なカードなんじゃないだろうかなと思っております。セレズニアの賛美者さんでした。で、緑の最後のレアがね、これ満開っていうね、まあ、ミド XX のダブル X のカードなんですけど、でダブル X のカードは大体まあものすごいねそのコストがかかるんですけど、その分やっぱパワフルっていうのがまあ常なんで、俺結構期待しよんだら、まあ、居住を X 回行うっていうね、すごいシンプルな1行で終わってて、でね、なんだろうな、X マナを含むカードって大体がその X の値が多ければ多いほど得していくみたいなデザインなんですけど、これ一体何マナぐらいだったら得かなと思って考えてたら、まあ最初3マナで居住1回っていうのはあんま良くないなと思って、で5マナで居住2回っていうのもまあ微妙かなと思って、で7マナで居住3回っていうのを考えてもあんま美味しくないなって思ったところ、なんかこれどこまで行ってもそんな
コスパ良くならないんじゃないかなって思うカードだと思うんですよね。そのなんかコスパ、まあそのサイズをね常に調整できていつでも打てるっていうのは強みなんですけど、ただなんかすごいいい値で打っても超得したなみたいなのにはならないからね。なんかこれ居住となんかワンドロー行うとかだったら全然違うんだけど、居住しか行わないからね。だからちょっとそのまあ超ド終盤にフルキャストしてもなんこんなもんかみたいな感じになりそうなカードな気はしますよね。まあそれが満開でした。で次はまあアーティファクトのクリーチャーで1枚目が耕しかかしっていうね、まあ今回の逃走者2019の全部に入っているカードなんですけど、まあ4マナ14でタップ状態になるたんびに手札か墓地から土地を出せるっていうので、まあ毎ターンね土地そのマナブーストしていけるっていうカードで、でまあタップ状態になるっていうのはその地震の起動能力じゃないんで、なんかアタックするなりなんかバネ派の対抗で寝かせるなりしないといけないんですけど、まあ自身が14なんでね、なんかどっかアタックしに行っても一方取られにくいので、まあなんか空いてる戦場を見つけて殴っていれば、まあ、土地が伸びていくかなっていうデザインのカードで、でまあこれもねそのなんつうんだろうな、まあ一点のダメージはどうでもいいんですけど、その戦場が空いてるとなんかその耕しかかしのその耕すため の、 あの糧にされかねないなっていうので、プレイヤーとかがじゃあそれだったらなんかパワー4のやつ出すよみたいな感じで、なんか一応展開して、まあ、戦場がね激化する最初のトリガーにもなるんで、これは面白いカードですよね。その別に一点はどうでもいいんですけど、なんかパワー4以上出さないとなんかずっと俺だけ狙ってきて、てか俺を狙ってなんかあいつ土地を伸ばす肥やしにするからなっていうので、なんかみんなが一応パワー4以上出そうかなっていう風になるから、まあ、これ面白いカードですね。まあこれが全部に入ってるっていうのはね、結構その逃走者の多人数戦がまあ盛り上がる火種となるから、ちょっとそれが楽しみですね、どんな感じの動きをするか。で今回のデッキその最後の新6カード、これかなり豪快ってかかっこいいですよね。俺すごい好きなカードで、忘却の偶像ってね、2マナのアーティファクトで、で2マナのアーティファクトなのにタップするだけでカードが1枚引けるんですよ。まあただ条件があって、この能力はこのターンあなたがトークンを生成してた時にしか使えないっていうので、まあ条件はあるんですけど、このデッキのメカニズム的に毎ターントークン生成するみたいなのはそんな難しくないから、だからまあこのデッキのそのコンセプトと相まって、たったの2マナのアーティファクトがまあ毎ターン追加ドローができるみたいな感じになってかなり強いですね。でさらにその土終盤ね、そのワンドローなんかどうでもよくて、なんかすごい強い一打が欲しいみたいになる時に役に立つ能力で、8マナとタップとこいつを気に捧げることで、まあ無職のね重々エルドラジトークン1体戦場に出せるんですよね。で重々はねさすがにそのライフ40エドもかなりその相手を殴り殺せるサイズをしてるので、でしかもねそのひとたび居住なんかすればね1回のパンチで相手沈められるかもしれないから、そのまあ重銃を出して居住をなんか狙って、まあ、殴り殺すプランみたいなのに、ね、ちょっと立てたいカードの1枚ですね。まあ忘却の偶像さんでした。まあ、かっこいいね、もうとにかくかっこいいね。もうそのなんか序盤はドローでプレイヤー支えて、最後はなんかもう俺自身がゲームを終わらせるみたいな感じのね、そのデザインが非常に男の子の心にねときめく1枚でした。はい、ということで、まあ、今回は、ナヤカラーのデッキ、原初の起源の説明でした。これで、まあ、3つデッキ紹介しましたね。で、最後、あと1個あるのが、まあ、残酷なフンドっていうね。これ、最後だけの2色なんですよね。マッドネスをテーマにしたデッキで、で、このデッキね、俺、個人的にかなりその好きなクリーチャーが多くいて、そのストーリー上でね、なんか名前だけ出てたやつとか、まあ、過去のね、なんか有名キャラクターとかが、新6カードとして収録されてるんで、なんかちょっとね、そこになんか触れつつ、まあ、カード紹介していけたらいいなと思ってるんで、まあ、これもちょっとね、勉強した後になんか紹介動画撮ろうと思うんで、よかったら見てください。ということで、今日のカード紹介はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。